お待たせいたしました。またしてないと思いたいんですけど、まあ、ちょっとこの雰囲気が変わったんでね、はい、これで再スタートしたいと思いますけども、はい、はい、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ皆さん、第35回大阪モーターサイクルショー2019、この MFJ モーターサイクルスポーツステージも本日3日目のラストステージとなりました。マジですか、はい、本当。いや、ここはね、僕も毎年楽しみにしてるのよ。いや、もう私ね、すごい、もう宮城さんのそれ聞いてくれるかっていう、なんかもう解説者魂をふんふん感じます。いやいやいや、ドキドキしながらね、やっぱりあれはね、日テレジータスで、うん、海の向こうのものを勝手にベルベル喋ってるのがだいぶ気が楽。いや本人目の前にして聞くのは、なかなかやっぱり心がね、ドキドキするよね。ですよね。やっぱりそうですよ、それ。まあ、でもいろんなトークショー私もね、はい、やるんですけど、はい、このトークショー宮城さんがゲストの皆さんに聞く、ゲストの皆さんの目がめっちゃ真剣なんですよ。宮城さん何聞いてくれるんやろみたいな。こっちだけ敷居上げてないなんか今そのですね、トークの真剣勝負も皆さんお楽しみいただきたいなと思います、はい、ということで、この時間も皆さんお待ちかねでしょう。早速トライアルライダーのお三方ご紹介したいと思います。大きな拍手でお迎えください。さあ、トップバッターでご登場いただくのはチーム海馬日本さん、MFJ 全日本トライアル選手権国際 A 級スーパークロス第1位選手発表ランキング小川智之選手、どうぞ盛大な拍手でお迎えください。ようこそいらっしゃいました。さあ、続きましてヤマハファクトリーレーシングチーム MFJ 全日本トライアル選手権国際 A 級スーパークロス2018年のランキングは第3位、黒山誠一選手。皆さん、こんにちは、いらっしゃいませ、よろしくお願いします。めっちゃ嬉しい。 HRC クラブパワークラスと MFJ 全日本トライアル選手権レディースクラス2018年ランキングは2位、児玉エリカ選手。どうぞ、お二方でお迎えください。こういった素晴らしいですね。このお三方のトライアルライダーの皆さん、トップライダーの皆さんにお話しいただきたいと思います。お願いします。さあ、改めてご紹介していきましょう。僕の真横にいますのがですね、昨シーズンはですね、全日本選手権6連覇を達成、自身では8度目の全日本選手権の最高峰クラスでの優勝を達成しました。チーム三谷ホンダ所属です、小川智之選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいいね、いつもシュッとしてるね。グッズ1個目出ますから。いや、そして真ん中でにっこり笑って僕の方を見てくれてますのは、昨シーズンは全日本選手権開幕戦優勝、そして、ヨーロッパ世界グランプリの方にもですね、ファクトリーモデルの TYE ですね、これで、プロトタイプで参戦、ランキング2、優勝1回を含めます。そうですね、黒山健一選手、ヤマハファクトリーレーシングチームです。お願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そしてこう言ってでございますけれども、2015年初代全日本トライアルレディースクラスの代表を務めながら、16年、17年、18年と全日本選手権レディースクラスランキング2位を稼働しています。それだけではありません。このトライアルを最も多くの人々に伝えたいという気持ちでいろいろな活動をしていますね。児玉エリカ選手です。どうぞよろしくお願いします。という3人で進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。お願いいたします。そう、私ガッチさん、ますますスタイルが美しく、はい、かっこよく、やっぱり、ね、裏でもそう思いました。飲んでください、飲んでください。なんで飲むのかねでそうやって、はい、僕も実は後ろで声かけたら、うん、いやいや、そんなことないんですよ、オフシーズンやから、うん、ちょっとやっぱりその今成長してますっていう、本当本当、まだもうちょっと絞らなきゃダメなんですよ。いやいや、まあ、でも全然シュッとしてるからやっぱすごいなぁなんて思って、まあみんな厚底なんで、厚底なんですね。厚底かどうかわからんけども、スタイルアップ、まあ、みんなね、かっこいいなと思いますけども、ねトライアルの選手の皆さんって、あの、私、ロードレース、モトクロス、今日がトライアルというふうに、3カテゴリーの皆さんに来ていただいてるんですが、なんでしょうね、こうやはりマシンが軽量なのに加えて、やっぱこう、あんなとこ行くのっていうので、やっぱこうウェイトも一番気にして、もしかしたら気にしてらっしゃるのかななんていうのも感じます、ね、いや、それあると思うわ、うん、ねえ、まあ、ちょっとそんな話を聞いていきたいと思うんですけども、うんうん、まずは今日お集まりいただいているお客様の中で、トライアルの全日本選手権に行ったことあるっていう人、あ、すごい、結構いらっしゃいます、ね、はい、意外と少ないな、意外と少ないで、まだまだ伸びしろあるなと思って、逆にね、なるほどな、あ、そういうことね。でもね、多分半分ぐらいの人が今手を挙げてくれたんで、やっぱり、まあ、ファンの方も多いと思うんですけども、はい、初めてトライアルというのをお聞きになった方もいらっしゃると思うんですね、うん、そうですね。じゃあトライアルとかモトクロスとかロードレースってありますけども、はい、何が一体どない違うねんと、うん、っていうところもですね、ちょっと
説明していただきたいと思いますんで、うん、あ、じゃあ目が合ったからケイちゃん、いや、そこはもう一番上手ですよ。もうまた出た、もう、もう、もうトライアルを言わせたら一番展開ピン、そこ行ってもらう、うん、今お願いします、もう PR 担当行ってもらう、業界の、はい、お願いします、じゃあお願いします。これ間違ってたらすごい視線が怖いんです、先輩たちの、はい、先輩来たりしてるから大丈夫やって、説明させていただくのはそれが恐縮なんですけども、初めてトライアルの話を聞く人にも分かるように、はい、どん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 ハードル上げてます今、どんどん、小さなお子さんもうなずくようにお願いします。はい、まあ、モトクロスとロードレースと違ってですね、まあ、スピード競技ではなく、まあ、テクニックを競う競技でありまして、まあ、減点方式で順位が決まります。で、自然なものの、まあ、崖とか先ほど言ってたあの、まあ、岩とか沢とかを使ってどんだけ、まあ、足をつかずそこのセクション、セクションって言うんですけども、こうクリアできるかっていうところで勝負する競技です。なるほど、はい、いいです。スピードはあまり競争しなくていいんですね。そうですね、はい、じゃあそのバイクに乗って難しいところを、まあ、足をつかずに行くことができたら偉いですね。できたら偉い、偉いですね。いや、もういいですよね。いいよ、いい、待ってます、ありがとうございます。お兄さん方、補足はありますか？お兄さん方、いやいや、もう完璧です。まあ、そうですね、まあ、簡単に、もうちょっと簡単に言うんだったら、本当に決められたコースが8個だったり10個だったり12個だったり15個だったりっていうのがあるんです。それは大会の大きさ、要は会場の大きさによって数が違うんです。なるほど、はい、それを先ほどのエリカさんはセクションって言ってましたけども、まあ、簡単に言えばコースです。セクションって何ですか？じゃあもう一回言ってください。それは小川さんが一番詳しい。いやいや、これね、よくね、セクション別にボケるとこでもないから、今別にセクションってのは何ですか？これセクションとは何ぞや、はい、セクションとは何ぞや。いや、これ初めてほらトライアル聞く人にとったら、いや、だってロードレース言うたら鈴鹿サーキット、岡山国際あるやんね、モトクロス言うたら、まあ、いっぱいあるよ、モトクロスコースが走って帰ってきたらゴールやん。真剣に困ってるじゃん。ってゴルフとかで言うワンホール、あ、1ホール目、2ホール目、3ホール目で、まあ、決まってるじゃないですか、はいはいはい、1ホール目みたいな感じで、それを、まあ、1つの1セクション、そうセクション、3セクション、あ、なるほど、ね、っていう感じが分かりやすい。なるほどね、うまい、勉強になりますね。はい、あったね、さすが、さすが、さすが PR 大使やってるわ、ね、まあ、言うてもランキング2位ですからね。あ、そうやな、ゼッケンだけだったら僕負けてますから。いや、もう、いや、本当に1、2の3ですから、ね、サビリテさん、もう本当にレベルが、じゃあ、わかりました。じゃあ、そのセクションがあると、で、今黒山さんがおっしゃった通り、場所によっては例えばそのセクションが8個のところもあれば10個、12個のところもあります。で、それをセクションいくつかあるけども、それを1回回るんですか、2回回るんですか、3回回るんですか。それも大会によって変わってくるんですけど、うん、少ないところだと2回ですね。2回、はい、多いところだと3周回りますね。なるほど、はい、これね、今ね、あのガチさん、小川さんにね、そのまま聞きたいんですけども、例えば1回こう、まあ、クリアしたところをグリーンかどうか分からんけども、はい、まあ、通ったところをもう1回再チャレンジするわけでしょ。そうですね、2回目っていうのは、はい、それはどんな心境でこうトライしていくの？まあ、仮に1回目の周で失敗してたコースがあるとすると、うん、次こそは絶対もう成功させてあげるとっていう気持ちで当然挑みますよね。ただ2回目を1回目にクリアして、うん、まあ、0点、要するに足もつかず失敗なしチャレンジしてて、うん、2回目だとそれ以上はもうないんですよ。なので、そう、ノー減点だったら、なので自分とのこの戦いなんです。ミスできないっていう気持ちで入るので、はあ、ちょっと感覚が違うんですよね。なるほど、はい、なので結構メンタルスポーツだから言われますかね。なるほどな、はい、でもそこは欲が出てきたりするやつね。でもやっぱりチャンピオンは言うことが違う。もう僕的にはね、1周目、要はワンラップ目って言うんですけど、走ります、はいはい、ほぼほぼ運よくクリアするから、はいはい、あ、もう1回走らなあかんのやって、もうその運よくが2回は続かないんですよ。ってなった時に、あ、もう1回行かなあかんわってなって、もしそれが3周、言えば3ラップの大会だったら、もう1回がもう2回になるわけでしょ。また行かなあかんね。あかんわってなります。なるほど、こんなにいやいや走ってると多分青いスタッフの人絶対怒られるからな。絶対怒られる。ものすごいツッコミやね。そんなにいやいや走っとんのかいって。ほんと、なるほどな。あの児玉選手はどう思うの？それは、いや、もうガッツ様はやっぱすごく素晴らしいなと思うんですけど、私はもう、うん、もうクリーン取ったら、うん、あの1ラップ目でクリーン取ったら、うん、2ラップ目の時もめっちゃ緊張するんですよ。まあそうやろな。また
クリーン取らなあかん。でも例えば3点取ったり5点取ったりと、5点取ったら、うん、まあ、5点点灯とか演奏とかで、はいはい、まあ、一番過失点があの高いんですけども、はいはいはい、またこけたらどうしようとか、まあ、ドキドキしてくる、ね、そうなんです。だからクリーン取ろうが5点取ろうが私はいつもそわそわしてます。なるほどな。だからガッツさんがより精神的なものすごいやっぱりゲームになってくるわけ、はいはい、だからそこが全然まだ全然ダメなんで、まだランキング2位っていうところになって、はい、あとまあちょっとトライアルの難しいところが、はいはい、あの練習走行とか予選がないんです、うんうん、なので大会に出たコース、まあ、セクションを初めて前日に見て、うん、はいはい、目で見て、まあ、要は歩いて見て、はい、こうやって走る、ああやって走るっていうのをイメージして大会ぶつけ本番だから、多くても3回しか走れない。ちょっと待って、僕それ初めて聞いたわ。練習ないの？ね、練習も予選もないです。そんなスポーツってあった？はい、だから僕ら一応4月14日が開幕戦なんですけども、はいはい、その開幕戦で出るコース、セクションっていうのは僕ら今の現時点では誰も知らないんです。知らないです。コースが分かるのは前日の、うん、まあ、日曜日の試合なので、はいはい、土曜日に会場入りして、はいはい、目視できるのが、うん、まあ、それは自由なんですけど、うん、セクション内に入れるのは2時間ぐらいしかないんです。ほう。しかもオートバイは乗り入れ禁止なので、歩いてチェックだけして日曜日にぶつけ本番でバイクで走る。しかもそのセクションっていうのはさっき言った通り8、10、12とあるわけでしょ、はい、これバイクで行ったらある程度のスピードで行くけども、これ歩きで行ったら時間かかるよね。歩きで行く。でこれ登るんでしょ、はい、登ってみたら、でもう本当にちっちゃい根っこからもう石から全部把握して、明日要は日曜日の本番レースの時にどう走るかっていうのを全部把握してますから。じゃああなたたちは何ですか、日曜日いつもぶっけ本番であの大会やってんの？そうです。そうです。すごいですね。多分土曜日に下見してその日の夜のうちに大雨とか降って地形変わった場合も、もうそれは想像しかできない、想像範囲内で、うん、一応雨が降った場合、ドロドロになった場合、晴れた場合のラインを全部想像して作ってあるんで頭の中で、うん、だからもし雨になった場合はこの要は ABC だったら A 行こう、うん、うわ、もし失敗したら B にしようっていうのを全部してます。それの数の多さがチャンピオンです。もう僕らレベルは多分想像しても2つ3つなんです。多分ね、はい、僕らレベルみたいなのチャンピオン11回とか6個ぐらい、5個か6個ですよ。5個か6個ぐらいラインはもうちゃんと把握してますから。あとまあスーパークラスがすごいのは、まあ、一番最後のスタート順なんですけども、はいはい、あの最初に国際 B 級とか国際 A 級走って、はいはい、でまあレディースクラスが走るんですけど、はいはい、そこでまあ大体100台ぐらい先に走ってるんですよね。コースの状況は変わってるわ。変わってるの。昨日土曜日来た人だからスーパークラスの人が見てても、その例えばまたぐとするじゃないですか、国際 B 級の人はここ走るけど、うん、A 級あスーパークラスはここ走るって、だからここ の, その B 級のラインで例えば惚れてるとかもう出てくるんですよね、うんうん、そこもやっぱトップライダーの方たちは、それはもう僕ら文句ばっかりですよ。こんなところにこんな変なラインつけやがって。これ本当に本当の話ですよ。本当にあるんですよ、やっぱりそうなの、はい、いやいや、これね、今日お集まりいただいてるね、トライアルファンの皆さんからすればね、そんなこと宮城な言うとんねんと、もう俺らわしら分かっとるわいと思いますけども、まあ、初めてねご覧いただいてる方もいらっしゃるんで、まあ、ちょっとこういう話してるんですけども、それと僕今びっくりした、あの小玉さんがおっしゃって分かってるけども、これ何、ライセンスが若いライセンスから先に走ってるっていうこと？国際 B 級で A 級、あ、まあ、国際 B 級でレディースクラス、A 級でスーパークラスということは、まあ、彼ら2人のスーパークラスは一番このコンディションがもうあれに荒れてるわけでしょ、コースで言えば。どうなのそれは。あのね、ケースバイケースなんですよ。もう初めてこうか、全日本大会が開催される場所であると、うん、ほとんどのライダーが走らないので、うん、地面が安定しないですね、路面が安定してない、土がこう落下してたりとか、うんうん、で、あとほど、綺麗にこう整地されるような感じになって、うんうん、走りやすい場合もあるんですよ。だから分からないんですよ、それはやっぱり。なるほど、はい、じゃあそれは一概に言えないんや。そうですね、僕もてっきりね、えらいもん順に走ってるのかなと思ってた。要するにライセンスの、要するに、まあ、トップランクですね、トップランクの私立戦から走って、うん、まあその若いクラスの人っていうのはもう最後の方を走ってるのかなと思った。大体多いところ160台とかがエントリーして、同じ先言った10セクションを走っていくので、スタート時間がすごいところだと7時半とか7時とかになってくるので、朝です。結構早いですね。あ、そんなに集まるんや、はいはい、なかなかのもんですよ、あの100何十台集まるって言ったら、うん、だから全日本選手権のロードでも、まあ、各クラス鈴鹿やったらまあ40台グリッドですけども、うん、フルグリッドになるかならないぐらいかですもんね、うん、今やったらどうだ、多くても60台ぐらいですから、うんうん、そう思うとすごい台数が集まってますよね。それを改めて聞くと、うん、あの完成
するお客さん皆さんもぜひまあ朝無理がない程度にあの早い時間から行ってもらって、その若手の、まあ、言えばねランキングが低いあのクラスが若いということは若手のライダーが多いと思いますから。いやそんなことないと思います。ああそうにも限らないけども、いや今今なんか何か言いたいことあったね。今最近あのおじさまとかが非常にあのカムバックして、ね、あの引退しあった人がもう一回一回やろうかって言ってカムバック組が多いんで、僕が来られてるんですか。はい、うんうんうん、おじさま、おじさま、本当にね、60歳ぐらいの方多分います、本当にいます、本当にいます、本当にいます、すごいですよ、本当に。数年の話ですか。それはまさに、はい、ということなんで、まあ、その時間帯からも楽しめますし、さらにはまあどんどん時間が経つにつれ、そういったトッププロのライダーたちのベテランの走りを堪能できるというふうに、こう時間をかけてね楽しんでいただける競技というのを改めて私も知ることができました。あとあのロードとモトクロスと私一番違うと思うトライアルのもう一つのポイントが、あの一人で走るわけではないというところじゃないかなと思うんですよ。まあ走るのはライダーですけども、それをねエリカちゃん姉にそばでそうサポートしてくれる人がいるよね。アシスタントですよね。 うん、その人のことをちょっと教えてください。マイク持ってくれたんで、ほなエリカちゃんがその人のその人のことを、いやちょっと待って、そもそもアシスタントっていうの、そうそう、ゴルフでいうキャディーさんみたいな形なんですけど、まあ、ライン指示してくれたりで、はい、あのそのセクションっていう中はですね、持ち時間、まあ、全日本だと1分間なので、まあ、その1分のタイム測ってくれる、まあ、あとはこけた時に掴んでくれるから、あとはそのレース中にオートバイを唯一触っていい人。なるほど、はい、まあまあメカさんでもあるわけ、まあ、パドックには戻ったら別に触っていいんですけど、そのコース中とか何かトラブルあった時も触っていい、はいはい、他の人も触ったら失格になってしまうので。なるほどな。え、それはどんな人がやってくれるの？どんな人？エリカちゃんは誰がアシスタント？私はまあ、チームのキンキンで、うん、あの一緒にいる IB クラスの子がついてくれてます、うん、私は、うん、ライダーライダーが、はい、まあ、その子は全日本出ずにアシスタント、私のアシスタントしろよということで。まあ、いろいろですけど、あのまあ親子でやってるところも当然あれば、僕ももともとはスタート親子でしたし、まあ、クラマ選手も同じですね。これでも相当信頼関係がないとあかんよね、それ。そうですね、なのでこう、まあ、稀ですけど、どっちのせいだみたいな喧嘩してるところもたまにはありますね。本当ありますね。罵りあったり、ぐらぐら掴んだり、はい、お前みたいな行くな言うたやろみたいなとかあるんですか、やっぱり。笑ってるところあります、あります。それぐらいでもライダーも、うん、そのアシスタントも気持ちが入ってるので、いやそれは分かりやすくなりますよね、やっぱりね。これ見に行ったら相当面白いよね。面白いと思いますよね。実は僕ね、まあ、彼らとこれ特集するにあたって MFJ の、ね、公式サイトからトライアルの部門から2018年の去年のリザルトとか全部見てねんけども、あの文章読んでるだけでこうなんかこうね、いろんなその情景がこう出てくるっていうか、もう本当に見に行きたいななんてすごい思いましたね。え、ちょっと去年の話しましょうか。しましょう。はい、栗山さん去年どうやったんですか。去年ですか。昨年ですよ。去年 どのレベルの開幕戦はまず良かったね。あの開幕戦で一応優勝をして、うんうん、もう本当にあのもうこのままいったら間違いなく小川選手に、はい、いけるなと、もう勝てると、もうその全然小川選手なんか見えてなかったんです。ってなったら結局、世界選手権の、電気バイクのクラスがフランスとベルギーで開催されると、でそれに、急遽出るっていうことになりまして。あれ急遽なったの？急遽なったんです。で僕も出るんだったら本気で出ようと思って、うん、冗談では出ないですけど、まあ、そうだよね、そうです、本気で出ようと思って、うん、フランスとベルギーを出に行ったんです。すると結局、ベルギーじゃないフランス大会だったかな、うん、が北海全日本の北海道大会と被ってたんで、うん、もうそっち走れば全日本チャンピオンは無理だというのが分かってました。なるほど、はい、ただ僕の中で天秤をかけて、要は、はい、世界選手権の電気バイク、要は初めて開催されるそっちを走るチャレンジと、うんうんうん、まあ買ったって小川さんやしなって。何やねんそれ。いや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 。いきなりたいの。はい。まあ小川さんに勝つより世界選手権で勝つ方が気持ちいいやろと思ってそっち行ったんです。あの知ってますよ、その北海道の前の大分の時点でランキングトップですよね。あ、そうです、そうなんです、2ポイント差で、知ってますよ、ランキングトップでしたよね。そうです、そうです、ランキングトップのまま欠場したんです。なるほど、かっこいい。で結果的に、まあいろんなところで喋ってるんですけども、要は普通奇数の
大会シリーズで戦うべきものが偶数、はいはい、いわば2000しかなかったんですよね。世界戦、世界戦、そうなんです、で僕開幕戦のフランスで1位取って2戦目のベルギーで2位だったんです、はい、で僕のライバルとされる方が、はい、開幕戦のフランスで2位だったんです、はい、で2戦目のベルギーで1位だったんです、はい、ってなると2、1、2、1って同ポイントなのに僕が2位というね。もうそれはこれモータースポーツ、なんで、いやこれ多分モータースポーツ界全部そうなんですけど、プレザー中とかの、ちょっと待って、多分全日本も同じなんです、全く同じ、最後に勝ったもんが勝ちなんです、同ポイントの場合ですね、はい、そうなんですか、同、はいはい、ポイントの場合は最終戦、はい、一番最後の大会を勝った人が勝者になるんです。だからもっと詳しく言うんだったら、全部が同点だったら1位が多い方が勝ち、で次が2位が多い方が勝ち、3位が多い方が勝ちってなるんですけど、1、2、1、2を分けたから結局最後が勝ったもんが勝ちってなって、後勝った人の方が偉いっていうこと、そういうことです。で、僕結局、まあ、チャンピオンを逃してしまったんですけど、それはすごい、僕初めて聞いた。ロードレースだったら多分2位の回数が多い人になる。ああなるほど、なるなる、優勝回数が一緒で、うん、ランキングチャンピオンポイントが同点やったら、それも一緒ですもん、全部一緒なんです、2位が1位も数も一緒、2位も一緒なんです。そうか、2回しかない、2回しかない、そもそもそのスケジューリングはファミリーよな。それはもう FIM が悪いです、全然おかしい、はい、もう FIM が悪い、それは2回しかやってんの、おかしいな、はい、でも私は黒山選手がツイッターとかで発信されてるのを見て、うん、あ、こういう世界大会が電気でトライアル始まるんやっていうのを見たりしたから、うん、そういう意味では、うん、本当にあの広報、世界的広報部長、その役割もね、果たしてらっしゃるなと思って、はい、僕は去年の8月に、うん、バイクの街浜松というイベントで、黒山選手がその電気バイク、ヤマハのワークスバイクで走ってるのを見ましたけど、びっくりした、真っ二つになりましたでしょそんなこと話してないけどもう仲ええやから、そこ2人で、いやいや、びっくりした。いやでもやっぱそれだけ今開発 NOW の車両っていうことやなっていうのも感じるんですよ。あとはやっぱこう荷重のかけ方とかも絶対出力違うでしょ、電池の時と、はい、あのね、電気バイクに関してはなんか、うん、すいません、なんか電気バイクの話があったりして、はい、ガソリン車って、うん、ガソリンを満タンに入れました、うん、バーッと乗ってガス欠になる寸前まで同じセッティングですよね。でガス欠になったらペンと止まりますよね、うんうん、でも、うん、電気バイクって、うん、バッテリーをつけた時点でマックスなんです。で使えば使うほどギューッと電力が下がってきて、もう最後バッテリー切れますよっていう寸前まで弱まる、要は携帯電話やヒゲ剃りと同じなんです。ヒゲ剃りの方が分かりやすいな。そうですね、はい、なので結局セッティングをどこに合わせるか、要は携帯電話で言うたらもうフル 100% ある時の、ま、あのマックスにセッティングを合わせるのか、50に合わせるのか、30に合わせるのかでもう全然変わってくるんです。携帯もちょっとずつ使っていくと、あのライトの光がもう強くできませんとかなっていく、ね、そうまさにそうなんです。頑張れませんか、ね、セッティング次第で、ね、セッティング次第なんで、それがすごい難しかったですね。でそれ乗ってみてどうなの、将来性としてもあるんですか。将来性、いや絶対あります、うん、あるし面白いです。だってモーターはゼロ回転最大トルクやからね、はい、そうです、グッと回る、ね、ギュッと回ります。2人は乗ったことあります、 EV の車両って、まあ、いやもう2人は電車だけですよ、電気もう電気系は完全に電車だけ電車だけで、いや雑な言い方、ホンダも昔あったんですよ、昔乗ったことちょっとだけあったんですから、乗ったことよ、不思議ですね、乗ってたもんね。じゃあガッツさん、はい、さあもう本当に、まあ、今黒山選手が言いたいこと言いましたけどもガッツ選手はさ昨シーズン見事チャンピオンを取られて、はい、特にシーズン後半はボバババーンとこう、はい、まあ、勝ち星が増えましたけども、途中では、まあ、今回昨シーズン振り返ってみると野崎選手でしたっけ。そうです ね、ヤマハの野崎選手、山のマシン、はい、まあ、彼がそのだんだんその頭角を現してきて、はい、割とそのランキングでいうと混戦するような状態が増えましたけど、そうですね、最終戦までもつれたシーズンはちょっと久しぶりだったのでかなりプレッシャーはかかりましたね。なのでこう最終戦仮にまあ野崎選手が、1位になった場合は、はい、僕の優勝はもうなかったんですよ。なるほど。ってことは最終戦勝つしかないっていう状況での最終戦だったので、うんうん、かなりプレッシャーでしたけど、うん、でもそれに打ち勝つような走りの内容だったので、うん、まあ、ちょっとホッとはしましたけど、のその最終戦は見事にね、しっかりとね、そうですね、優勝しました。よかったですね。ただその手前の広島あたりではちょっとそのミスも出ましたし、はい、ちょっとそのドキドキするようなところがありましたよね。その時は、サインで入賞しましたけども、ね、はい、そのヒューム感がうまくいかなかったり、はい、めっちゃチェックしてくれてますね。いやいや本当に、いやいや、そのガッツ選手にしたら珍しいなと思って、ヒューム感の中の穴に入ったんですよ。ちょっと入ってなかったから、ね、ヒューム感ってこう丸になってるでしょ、あのコンクリートの中にこの完全に穴
算してる。あれ、本番上上がらなあかんのでしょ。もう僕本当にスーパーマリオかと思いました。びっくりしたな思って。お前ちょっと後で来いよお前。僕も実はその MF じゃないかと呼んでて、はい、ヒューム感いけへんかったんや思って。そう、手前でちょっとヒューム感に飛び移るんですけど、リアを滑らせてしまって、間に落ちたんですね。結構消えていったっていう。でちょっと危なかったですかね、本当に、はい、まあでもそれはね、やっぱりそれぐらいちょっとそのやっぱりプレッシャーがあったシーズンだったのかななんて。そうですね、ちょっと追い込まれてはいましたし、まあちょっと内容的には良くなかったですね。なるほど。でもね、そのね、はい、僕ね、ガッツ選手に聞きたいけどね、はい、そのモチベーション、またチャンピオン取り続けようってね、そのモチベーションってね、どこから出てくるの？いやでも正直難しいですね。でも去年に関すると、うん、その6連覇っていうのは、うん、その MFJ そのロードレースモトクロス、うん、トライアルの中で、うん、誰も成し遂げたことがなかったっていうのは聞いてたので、まあ、栗山選手が5連覇しててタイだったんですよね。なるほどね。なのでなんとかもう取りたいなっていう一心で走ってて、うん、まあもう年齢的にはもうこれがラストチャンスだったので、まあ、怪我もして結構苦しいシーズンではあったんですけど、まあ、怪我の回復をちょっと無視して挑んだシーズンではありましたね。なるほどな、はい、だからやっぱりちゃんとその目標を定めてね、やっぱりやってる感じがあんねやろな。なるほどな。子供選手にも聞きましょうか。レディースクラス、はい、いかがだったんでしょうか。いかがだったでしょうか。そうですね、レディースクラスは、まあ、2016年に始まっても3年、16、17、18、3年やらせてもらって、まあ、人数も徐々に増えてきて、で、いまだにその全日本には出れてないけれども、それに向かって練習している若い子たちも最近はこう SNS とかでも見るようになったんです。すごい将来的には楽しみになってきたなと思ってます、レディースクラスに。なるほど。随分俯瞰で見たコメントでしたけども、はい、ご自身のですよね。もう毎回にはい、あの西村さんっていう人はね、はい、どういう人なの。もう どう上手い西村さんが。西村さんという人がね、3年連続でチャンピオンを取ってるんですよ。僕たちも同期なんで、はいはい、同期、はい、私は 大先輩なんで、ずっと一緒に走って。西村さんと同期、はい、昔でナショナルで日本代表でも一緒に海外にも行ったりしてたんです。あ、相当大御所でいらっしゃったベテランさんですね。で途中ちょっと間空いてたんですけど、はい、で戻ってきてくれてっていう形で、うんうん、やっぱそのまあやっぱ全盛期で走られてたっていうのと、あと世界を走ってるっていう強さとかはやっぱり差が出てくるし、技量的にも、西村選手はやっぱりその走ってはったところがあるので、なかなかそこに向かってみんな目標として、うん、今練習とかして勝とうと。それはね、何なん、例えばフィジカル面なのか精神面なのか、今練習って言われた技術面なのか。座り直した。先輩、私がランキング2位のままなのはちょっとなんでですか、ね。お、そうきたか。ちょっと先輩、まあ、これね、ちょっと言いたいことがある。お、言ってください。全日本選手権で僕ら4月14日に始まるんですけど、もう今の現時点で近畿選手権とか中部選手権とか東北選手権って、要はエリア選手権が始まってるんですよ。で、近畿選手権に関しては、国際クラスよりも下のクラス、国内クラスが走ってます。国内 B、ね、国内 A、 地方選手権、地方選手権、はい、そうです、全日本チャンピオン で、彼女も一応国内 A、うん、要は、NA クラスで走ってるんですよね、うん、国内ね、国内で、はいはい、で、開幕戦優勝したんです。ありがとうございます。で、ついこれはもう拍手なんか全然必要ない、全然必要ない、もうここではやばい、ここで、ついこの間第2戦があったんです。なんと15位ですよ。開幕戦で1位取って、その次の大会15位って、それはないですよ。もうそれがまさに西村選手に勝てない、ね、ここまで言えるのはこいつしかいないから。もうごめんなさい。でもそこです。はい、そうですよ、ね、安定感が違う、はい、安定感が違う。なるほどな。でも安定して2位に入ってますよね、いつも。それ褒めてます。まあその安定して2位入ってます。もう僕だから言えますけど、僕調べましたから、もう普通に出たら2位か3位しか入らないんです。なるほどね。ね、小川さん、先輩です、はいはいはい。まあでもトライアルは、うん、まずはでも、まあ、メンタルスポーツはありますけど、まずは技量なんです、やっぱり技術ね、そう、圧倒的な技術があれば絶対勝てるんです。そこです、はい、なるほどな。持ち技の少なさです、はい、勉強になります。持ち技な。さっきの1回目のトライアルでも見た方は、あと1ヶ月詰め込んでるかも。でその間西村さんって何やってんのやろ。すごい練習してます。すごい練習してます。もうずっと言えば小川選手よりもチャンピオン、言えば無敵だから、要は全日本選手権レディースが始まって1回も西村選手って負けてないんです。で、変な話、絶対的な精神力とテクニックを持っていながら彼女をずっと練習してますね。マジで。はい、
その向上心ですよ。なるほど、児玉さん頑張ろう。はい、頑張ります。この2人がそこまで言う選手だからこそね、やっぱり破った時にはね、やっぱり歴史に名前残りますよ、絶対に。もう今ここにもぐさっと刺さって、いやだからそういう意味ではめちゃくちゃいい場所にいてるんですよ、はい、今すごい皆さんに聞いてもらいながら。そうやけど挑戦試験15位ではあかんよ。15位分かってる。ダメでしょ。このロードレースでも見て NG ですもん。私ね、お父さんいる、お父さんとか、まあ、メカニックいるんですけど、はい、まあ、結構こう大会系なんで、はい、いつもこう、まあ、そんなって言うんですけど、はい、久しぶりに慰められました。あ、そんな日もあるよって。これもみんな言うとあかんなって。言うとあかんなって、多分これ以上言うとあかんなって。めっちゃ優しかったです、その日。そうか。練習頑張ろうって言われました。そうやな。はい。練習頑張ろう。ね、まあ、そんなね、お三方にこのステージを来ていただきまして、お時間の方、当初のトークショーの予定時間はそろそろなんですが、まだ私聞きたいことちょっとあるんですよ。ね、まあ、児玉選手は、そういった、まあ、次こそは、2位の女ではないぞというふうに常にもう1位を目指してずっとやってますけども、はい、それ以外にも2位の女って自分で言ってるんですけど、本命の女になるっていうのが目標なんです。そうそう言ってるんですけど、はい、まあ、それ以外にも、まあ、オートバイに乗らない人たちにもトライアルという競技を知ってほしいっていうので、この関西で、エリカちゃんもあのこの関西が地元じゃないですか。で、シティトライアルジャパン去年やりましたね。やりました。はい、この、うん、優勝者が、はい、そう、それもチャンピオンはガチさん、はい、はい、そしてケニーさんはもう見せる走りをねされて名誉の一ついいですか。はい、お願いします。ちゃんと言って。ほんならお願いします。いやいやいや、ほんならお願いします。いや、全然言うてください、言うてください。言って言って。いや、素晴らしいイベントだったと思います。はい、通天閣の近くだった。ちなみに去年あの通天閣のシティトライアル見に来ていただいた方は、はい、あ、すごい、はい、あの、すごいね、ありがとうございます。まあ、まさにあの通天閣が見える商店街を封鎖して、うん、はい、そこでトライアルをやったんですけども、うん、僕的にいかにトライアルの凄さだったり面白さだったり素敵さを伝えるこの場所で、うん、この男はめっちゃ普通に走ったんです。もう勝ちに、勝ちを、ちょっと待って、ちょっと待って、普通っていうのは手が高い走り、大会なの、もう本当にすごい手が高い走り、本当にかっちり走ったんですよ。丁寧に、もうきっちりと、きっちり1位取って、うん、テレビのインタビュー受けて、はい、あの初代優勝ですねって言われて、すごい満足げない。やめてもらっていいですかね。そこは黒山選手からすればもっとショーアップしていこうやって、そう、もっとわーっとやって、それやっても、ね、ちょっと、ちょっといいですか、ちょっといいですか、ちょっと言うとこ、言うとこ。黒山選手も途中までめっちゃ真剣なんですよ。なったんですけど、一箇所ちょっとミスしたんですね。そっから、俺の場所はここじゃない、バーンと変わってショーで、めっちゃ変わって、俺、それもようわかんない。もうミスした、ミスした時点でもう勝てないってわかったから、もう勝負で負けるなら目立ちで勝とう、もうそこですよ。目立ちではナンバーワンです、目立ちでは。ということは相当、はい、それはそれで楽しかったということですね。うんうん、なるほどな。で、そんな、このシティトライアルジャパンの大阪通天閣で、まあ、藤原選手がね、補機に大、自己委員長でやってて、まあ、今年も開催されたらいいなという思いもありつつ、まあ、他のエリアでね、小川選手関東とかでもできたらええなっていう思いもまたあったりとかもしてるんですよね。はい、はい、まあ、でも関西では、うん、まあ、おそらくやるってことは決まって、まあ、近々多分発表されるとは思いますので。でも昨日それこそその藤原選手とお話をした時に、うん、ネット配信で公には出さないけど、うん、もう日付も決まったから一応言っていいよって一応言われたんです。言われたんです。言ってました、言ってました、言ってました、はい、ね、あのお口では言っていい、はい、5月です。5月の18日土曜日です。土曜日で、場所が今回は、吹田の、うん、太陽の塔の前の広場、あ、いいやんか、あそこになります。万博です。万博です。はい、万博です。あそこになります。だから通天閣ではないんですけども、ちょうどそこになりますので。なるほど。5月18日です。まあ、ちょっとファンの方はね、ぜひともね、はい、私からはほぼ決まったであろうというご案内でしたと付け加えさせていただきます。一応その話は藤原選手から聞いて、はい、言ってもいいって言ったら言ってくださいって言われて、何かあったら藤原選手のせいにするやろ今。いやいや、もういいやっちゃうんです。いや、まあ、そこで僕らが出るとは言ってない。手を受けて丸してたんで大丈夫です。この間あのテレビも出てたね。はい、今ちゃんの実話とも出てたよね。はい。まあ、そんなトライアル、これからも、バイク業界内外でね、たくさん、走りしてくださると思います。今日デモンストレーションもこの後、はい、あともう1回あります、ね、あ、雨でもやります、はい、やります、
はい、2時15分、はい、はい、そうですね、14時15分からもう潜らないと思います。あ、大丈夫ですかね、はい、エリカさんの素晴らしいエアターンを見に、はい、ぜひ来てください。いいね、私見てましたよさっき、もうあのケニーさん上がらんとガチさんに登らせたでしょ、雨の中すごいとこ、ね、あの朝のデモンストレーション見た方いますね、ぜひ、まだという方、そして1回目見た方もまたきっと走りも変わると思います。14時15分から会場外なんですね、一度会場出ていただいて、3号館の脇になります、パンフレットにも場所のご案内あると思いますので、一度会場出ますんで、もう一度この会場に戻ってくる予定のある方は再入場のね、手続きとかがあるかと思いますので、それも気をつけて、ご来場、そちらも見学していただきたいと思います。ということで、はい、はい、もう盛りだくさんになりました、せっかくなので最後お一言ずつ、お一言ずつ、はい、今シーズンの抱負を、そうです ね、お願いいたします、はい、はい、皆さんありがとうございました。まあ、全日本のトライアルはですね、4月の4です14日の近畿大会からスタートになります、はい、和歌山の湯浅というところで開催しますので、はい、まずはその全日本選手権に実際にこう足を運んで見に来てほしいのと、まあ、僕たちこういろんな活動をしてまして、トライアルショー、トライアルのスクールだったりですね、いろんな形でこうモータースポーツが盛り上がれるようにということで、頑張っていきますので、ね、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。小川智之選手でした。応援お願いします。さあ、それではクレーム選手お願いします。そうですね、同じことを言うてもあれなんで、もしあのトライアルを体験してみたい、乗ってみたい、ちょっとやってみたいっていう方がいるならば、小川選手ガッチスクールっていうのをやってまして、定期的にちゃんとやってます。で、レンタルバイク、レンタル服、レンタルグッズ、なんならもう小川選手のマッサージもついてますから。ついてない、ついてない、はい、なので必要なのはお金だけです。お金さえあれば小川選手がもう素晴らしいあの講習をちゃんとしてくれますんで、必要があればぜひ行ってください。あとこちらも、はい、あの水乗りカップだったっけ、あ、手ぶらでトライアルっていうのを、あの生駒さんの上のトライアルパークだよね、はい、そこでやってますんで、ぜひとも体験してほしいなと思います、はい、僕の方は何もないです何もないです。ただ僕あの趣味がネットの方でいろいろ情報をやってますんで、ちなみにですけど小川選手、先ほど携帯電話が壊れて今携帯電話がない男なんで、はい、何か必要があれば僕に言ってくれればすぐに回しますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。栗山健一選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ小川選手お願いします、はい、何回も言うのもあれなんですけど、まあ、あの4月14日、まあ、近畿ということ地元なので、まあ、一生懸命走りたいと思ってます。で、あと一つ上なのでそれ目指して頑張りたいと思います。で、先ほどトライアル体験なんですけども、MFJ のブースに、まあ、トライアルバイク置いてあるのでまたがったりとかしてもらえますし、外の方にでもあのトライアルのバイク展示してありますので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います。で、2時15分からあの大先輩といじめられないように優しくデモさせてもらおうと思ってますので、皆さん見に来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今年は一つ上上がりましょうか。頑張ります、ね、小玉選手です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん今一度大きな拍手でお見送りください。 MFJ モーターサイクルスポーツステージご登場いただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。痛みを抱えくれない。やー、すごかった彼らは本当に素晴らしいですね。いや、本当もうショーマン。やっぱりそのトライアルという競技を多くの人に見ていただきたい、うん、できれば参加していただきたいという気持ちがありますから、はい、本当にその噛み砕いて優しく、はい、僕が今日質問させていただいたというのは本当にもうトライアルって何っていうレベルのね、うん、質問させていただいたんで、ね、もう本当にファンの人からすればね、はい、いやもっとディープなところ聞いてくれよというのはあったかもしれませんけども、とにかく多くの人に応援してもらえるようにしてほしい。それと彼ら自身がそういうふうに思ってますから、何かこう気持ちの伝わるね、はい、僕はいつもこう彼らのトークショーだなと思いました。そうですね、はい、皆さんにもお楽しみいただけていたら嬉しいなと思います。ということで、このお時間解説でもおなじみ宮城光さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後も会場お楽しみください。ありがとうございました。